壁の上を狙って、うん、来た変わって入った、うん、セルマー決まった外からシュートー河村だ。ですからちょっとこう球足も注意したいですね。そうですね、はい。まあ、あの水たまりができている感じはないので、カジカバから裏へ、さあここは抜けていく、そのまま決めるか、うん、かわした、小池、流し込んだ、さすがのスピード、そしてさすがの枠内シュート率、ゴールへ流し込みましたね。ここの花戸のポストプレーに対して梶川が前向きにサポートしているその位置の位置とその判断の良さ、速さが良かったですね。はい、もうこのスルーパスに関してはさすがですね。まあ、雨の状況もあるので上を狙うのか下を狙うのか両方に注意必要ですね。壁の上を狙って、うん、来た、おすごいゴール決めました。浜崎拓馬、挨拶代わりのゴール。押してたんですよ今、はい。まあ、見事にそれを外されましたし、おそらく帯選手もちょっと逆つかれたような感じあるような気がするんですよね、はい。非常にあのゴール戦とかからくさびのボールをまず一つ入れます。花との落とし、あーと奪って畑純喜、畑宇野かついてるがシュート来た、カウンターから一転返しました畑純喜。今シーズン東京相手に触られはしましたけれども、もう最後はもうここ気持ちでもう自分で打つって決めて振り抜いてますからね、はい。まあ、それは魂気持ちがこもったシュートが枠に飛んでたという感じしますね。サポート松本ラギ、クロスが入る、折り返しのセカンド、うん、押し込めがポストを決めた佐藤翔。佐藤翔が中盤から飛び込んでいました。黒崎選手からの、まあ、大裏ですね。ここのポジション取り森選手良かったですね。で最後はまあここも前半と同じですね、当たってはいるんですけれども、はい、やっぱりここ振り抜くことで何かが起きますからね。そうですね、決まりました左隅、ミラは2試合連続のゴール。よく PK もしっかり決めましたね。まあ、桜川サウダーニャの間に田口でした。さあもう一本コーナーキックが続きます。巻いてきたボール、外からチャンミング決まりました。追いついた千葉ごとゴールに叩き込んだという感じのシュートですね、はい。まあ、相手もいるんですけど、一旦最終ライン広いを経由して右の松田代わって入った、うん、セルマー決まったー、ファーストシュートがセルマー、今素晴らしいゴールで、まあ、これも本当にシンプルな狙いなんですけど、ここしっかり背負って、これも瀬沼選手個人技一つですよね。もう背負って、まあ、無理な体勢だったんで少しコントロール乱れたかなと思ったんですけど、浮いたボールしっかり細かいパス交換から大森、ふわっと浮かせてルキアンへ、岡川大輝が回り込んでいるが中、このシュートがネットを揺らす、最後はエンド。いやこの西武緑地公園、まあ、ここ大森選手からのこう何気ない本当にルキアン選手を生かそうっていうパスで起点作りましたんで、あと遠藤選手もインサイド当てるだけですね。まあ、プレッシャー来てるのも分かってますし、この入れ替えがやっぱりね、いい攻撃のアクセントになって、まだ動かない、細かい助走から左だ、勝ち越し、岩田勝ち越し2対1。さあパウリーニョサイドを開いていきます。ここで宮崎も外に出て、その宮崎が中にわーサイドに、どうだ、決まった、川野頭で大外を狙っていきました。ここにうまくね、川野選手入っていきましたね。もう最後はフリーでこのヘディングです。
川野岡山、これが加入して初ゴール。そして桃太郎落ちませんね、しっかり動けてますよね足。さあ細かいところが通って藤本運んでいく、藤本外からシュート、河村ら先制は愛媛でしたね、まあ、ダイレクトで本当にこう置きに行く合わせるような見事なゴールでしたよね、まあ、前節かなり決定機あった中で決めきれなかった。相模原が回収します。縦にいいボールが入りました。鳴岡ターンをして裏に抜けて坂上シュート、前こぼれてまだある、藤本を浮かせた、決まった、相模原が先制、藤本の巧みなループシュートゴール。ここはファールを取ってもおかしくないようなシーンではあったと思いますけども、このこぼれに安藤が反応できるというのはまずいいですし、まあ、藤本は本当にうまいなという、ここでボールをまず拾えたことで、ここでコントロールして状況を見て、そこに狙い通りの優しいボールを、まあ、こうリトリート、基本リトリートチームに先制を許すとどうしてもこう前がかりになったりしがちですけども、はい、ここは星です。高澤動き直して、高澤は越えてこぼれたところをシュート打ってくった、決まった、新潟すぐに追いつきました。前半の32分、このボールに高澤がまずターゲットになって、その後ろの谷口、このパッケージが一つ効いてたのと、その間に福田が先、この前もありましたよね、はい、長いボール入れてそのセカンド拾い位置まで福田が行ってると、で最後はこう跳ね際をショートバウンドで狙うと抑えた。裏を抜かって藤原、うん、拾いました、星、福田、藤原です。ニアに高澤、ニアに来た、飛び込んで決まった、新潟が逆転ゴール、谷口ファーサイドで詰めていました。高澤の動きが効いてましたねこの時は、はい、高澤が飛び込んで、そしてディフェンスの足に当たった、ここのところ上に一旦ハットを競りかけていきますが、ボールを下げていって、もう一度ロングボール、回をせざるを狙っていったところですが、ここは入りました、ウェリントンハット、ディフェンダーに当たって軌道変わりましたかね。当たりましたね、当たって軌道が変わりましたね、まあ、そうですね、ボールに対する反応とシュートのスピードがあった分、あ、山田選手の当たり、横から三上、ワンツーで交換があって、三上面白い、さあここは竹早手突き刺しました、同点、ワンチャンスを仕留めました、仕留めましたし、まあ、そこでターンしたところが非常に大事でしたね、まあ、このシュートもいいコースといいスピード、まあ、キーパーとしては非常に届かないところに流し込めましたね、いいゴールでしたね。竹早手、これが野田のボールが中途半端になりました、武田決まった、琉球先制、前半9分最もこうプレスをかけやすい受けやすいところにボールをちょっと選択したので、ここで一旦ディフェンスラインに戻します。このパスをカットした山田光太、切り返して中原決まった、このコースから2つ決めてきてますし、これ相手ね左足分かっててもね、やっぱりその間合いとタイミングで中原選手やっぱ持ってるんですよね、おそらくキーパーの重心さえもそのツーライン感をしっかり締めろっていうところもしっかりと反応できてますよね。国部から逆サイド中原、はい、得意な位置だ、右でクロス入れる、シュート決まった、山形勝ち越し、加藤のゴールで2対1、で一番琉球のディフェンダー陣にとっては視野のないところから加藤選手が遅れて入ってきて、はい、そこに速いボールを
どこまで中原選手が加藤選手を見えてたかは分かりませんが、はい、とっては処理しにくかったでしょうけど、はい、ビクトルもナイスセービングを見せました。中央だ、ファーサイド、上原慎也同点ゴール。84分琉球追いつきました、2対2。この体の向きからはそこに出てくるだろうとあまり予測しにくい。新里、三沢つないで飯田へ、今は竹富が右に来ました。京都一気に宇高まあ、少しでもやっぱ時間と空間与えると外し方も上手ですし、ちょうど間ですよね、ツーセンターの間かな、まあ、胸で収めて来たところをいなして外してシュートと。あ、早い、宇高が来てパスにした、松田だ。いやーです、もう見事ですよね、長いボール一発。やっぱりこれぐらいで大丈夫だろうというポジションは宇高に対しては取ってはいけないですね、まあ、あとは外しながらギリギリまで見て、まあ、優しくアウトで松田天馬の動きを見て、松田天馬がレース、最終ラインから長いボールで高木につながります。サポートに来た北川、スルーして死んだ、ホームラン群馬先制、前半15分。この今度ねサイドがこうやって使えるようになればね、どんどん山口の両サイドウィングバックもね出てこれなくなりますからね。最後は落ち着いて、関さん、さすがのね関選手もね、山口を押し上げます。サイドを変える、ホームからのいいサイドチェンジ、中ヤクサル、高群馬追加点。よくね北川選手詰めましたね、この辺の、まあ、山口のディフェンス陣の、まあ、このコンビネーションがね少しずれたところですよね。群馬が長いボール、これはつながります。高木、いい受け方、逆サイド久保と入ってきた、中央北川、真のサポート、うん、中央中山、うん、群馬3点目45。バスここ出ましたけど、やっぱりこうね後ろから走ってこう全速力で走ってくる選手ってやっぱり捕まえきれにくいですか。まあ、この途中出場のドゥドゥは昨シーズン甲府ではチームトップの10ゴールを挙げています。今シーズンここまでは1ゴールというドゥドゥです。さあ、そのドゥドゥが行く、はい、いや、行った、ドゥドゥシュート、決まった、先制点は町田。心の長谷川選手のスラッシュですよね、ドゥドゥ選手を感じていてのスラッシュようなヘッドがありましたけども、そこからのスピード、はい、やはりこの想定、村松選手もこれぐらいでという想定はあったと思うんですけど、それを上回るものをこのドゥドゥ選手が示したからこそこじ開けられたゴールだと思います。そうですね、こういった足で本当にワンタッチだったりポジション取りも、はい、駆け引きしながらですね、もう一個こういったところを前を取って真ん中覗きながら、いいですよ、福森、はい、富山ボール要求、そう、富山のところヘディング決まった、富山の同点ゴール。このボール弾道その先にいたのは前川選手だったので、僕もそちらを観察してたんですけども、富山選手はこれ流れるかなと思った中、この後頭部を使ったヘディングテクニック、ファーサイドヘディング、ゴールが決まった、前川させないようなポジショニング駆け引きを蹴られる前からしてたんですけども、ここでですね、まあ幸運にもしっかりとゴールに向けて体が動いたというようなシーンですね。